子直少年自動車のトランクの中から這い出した小じのような少年は腹話術師たちの後をつけましたそして2人が炭焼き小屋に入ったのを見届けるとその小屋の窓の外に体をくっつけて戸の隙間からじっと小屋の中を覗いていました 福和術師と運転手が小屋の床板を外して地の底へ降りていくのが見えました。この小屋には地下室があるのです。小敷少年はそれを見るとしばらく考えていましたが、やがて何を思ったのか、小屋の入り口の板戸の前まで行って、外からトントン、トンと叩きました。誰だ を叩くやつは中から炭焼き男の太い声がとなりました「こじき少年」はクスクス笑いながら一言も物を言わないで「またダンダンダン」と今度はもっと激しく戸をたたくのでした「誰だうるさいやつだな今頃何の用があるんだ」。<laughs> 待て待て、今開けてやるから。男の声が戸口に近づいて、板戸がガラッと開かれました。おや縁だな。誰もいないじゃないか。おい、今戸を叩いた人、どこにいるんだ 男は暗がりの外を見回しながら不思議そうに言いました。しばらく待っても誰も出てこないので、男は戸を閉めて小屋の中へ戻りましたが、すると、またしても、ダン、ダン、ダンと、恐ろしい力で戸を叩くものがあるのです。ちくしょう、うるさいやつだ。 さてはいたずらだな。たぬきのやつめ人間をからかいに来やったな。よし、引っつかまえてくれるから待っていろ。ガラッと戸扉開いて、ヒゲムジャの炭焼き男が外へ飛び出してきました。向こうの木の茂みの中でガサガサという音がしています。 男は腕まくりをしてその方へ駆け出していきました。その隙に小屋の横に隠れて長い糸で向こうの木の枝を揺すっていた小じ少年が糸を離してこっそり戸口から滑り込みさっき覗いておいた床の上げぶのところへ行くとそれを上げて素早く地下室へ姿を隠してしまいました。 やっぱりたぬきのやつだ。どっかへ逃げてしまえよった、はあ。いたずらたぬきにも困ったものだな。男はぶつぶつ言いながら小屋へ戻ってきましたが、揚げ豚は元の通りに閉まっているので、小敷少年が地下室へ降りて行ったことは少しも気づきません。そのままいろりのそばにあぐらをかいてタバコをふかし始めました。 小敷少年は足音を立てないように注意して地下室の階段を下り突き当たりの戸のそばに立って耳を澄まし,ましたすると戸の向こうから腹話術師らしい声が聞こえてくるのです「笠原さん面白いお土産を持ってきたぜ今このトランクから出して見せてやるからな」。 おや笠原さんがいつの間にこんな山の中へ来ているのでしょう少年は不思議に思って板戸の隙間から中を覗いてみました頑丈な板戸ですが立て付けが悪くて細い隙間ができているのです覗いてみるとそこには実に異様な光景が繰り広げられていました。 正面に座っているのは痩せ衰えた老人でした。白髪混じりの髪の毛はくしゃくしゃと乱れ、口ひげも頬ひげも伸び放題に伸びて、まるで長患らいの病人のようです。よく太った腹話術師がその老人の前にオートランクを置いて、今開こうとしているところです。一方の隅には運転手が立って、 懐中電灯でトランクを照らしています。少年は胸をドキドキさせてすき身を続けました。さあ、これがお土産だ。福和術師がパッとトランクの蓋を開きました。ああ、トランクの中には一人の少年が、窮屈そうに足を曲げて閉じ込められているではありませんか。 福和術師はその少年を抱き上げてトランクから出し、老人の前のコンクリートの床に放り出しました。手と足を縛られ、口には猿靴輪をはめられています。あっ、笠原昭一君だ。古事記少年が思わずつぶやきました。古事記少年よりももっと驚いたのは痩せ衰えた老人です。 老人はよろよろと立ち上がってそこに転がされている少年のそばに寄りましたおお,お前は小一ではないかああわしばかりでなく。 お前までがこんな目に合わされるとは。悪人、悪人。貴様はなぜわしたちをこんなに苦しめるのだ。そのわけを言え。さ、そのわけを言ってくれ。老人は精一杯のしわがれ声を振り絞って叫ぶのでした。 それはお前さんの心に聞いてみるがいい。俺はあの人の部下だから詳しいことは知らない。あの人はお前さんによっぽどの恨みがあるらしいよ。福和術師が素っ気なく答えました。あの人とは一体誰のことでしょう。<laughs> わしにはそれが全くわからないのだ。 お前たちの親分はいったい何者だわしには少しも心当たりがない。わしをこんなところへ閉じ込めておいてグランドサーカスの団長になりすました男が何者だかまったくわからないのだ。その上。 今度はわしの子供までこんなひどい目に合わせるとは。別にひどい目に合わせたわけじゃない。お前さんと親子一緒に住ませてやるためにこの子をここへ連れてきたんだよ。そのうちに妹の美代子もここへ連れてきてやるよ。<laughs> 福和術師は相手をバカにしたような笑い声を立てるのでしたそれをじっと覗いていた「小じ少年」は何とも言えない不思議な気持ちがしました一体これはどういうわけなのでしょうこの痩せ衰えた老人が本当の笠原団長であのもう一人の笠原さんは偽物だとでも言うのでしょうか 骸骨男の正体この後地下室でどんなことが起こったかそれは後にわかるのですからお話を飛ばしてそれから三日目の出来事に移りますその三日目の午後でした笠原団長の西洋館へ 名探偵明智は骸骨男のことでお話ししたいことがあるというので笠原さんは丁寧に応接室に通しました2人がテーブルを挟んで椅子にかけますとそこへお手伝いさんがコーヒーを運んでくるのでした明智さん あなたがお世話くださった若いお手伝いさんが3日ばかり前体の具合が悪いと言って家へ帰ったまま戻ってきませんので昨日もあなたの事務所へお電話したのですがひどく具合が悪いのでしょうか笠原さんが心配そうな顔で尋ねましたいやこれにはちょっと訳があるのですよ。 あの子は別に病気ではありません。しかし、もう二度とここへは帰ってこないでしょう。明智が妙なことを言いました。えそれはどういうわけですか笠原さんは変な顔をして聞き返します。後でお話ししますよ。あ、それよりも今日は面白いものを持ってきましたから。 まずそれをお目にかけましょう明智はそう言って持ってきた風呂敷包みを解くと中からびっくりするようなものを取り出しましたあっそれは骸骨男のかぶっていたドクロ仮面です私はとうとうこれを手に入れましたいやそればかりではありません骸骨男の秘密がすっ 分かかりっってしまったのですと言って明智探偵は笠原さんの顔をじっと見つめましたえ骸骨男の秘密が笠原さんは驚きのあまり椅子から立ち上がりそうにしましたなんだか顔の色が変わっているようです明智は。 骸骨の頭をテーブルの上に置いて説明を始めました。あいつはこれをかぶって、みんなを怖がらせていたのです。ほら、こうしてかぶるのですよ。明智は骸骨の頭を両手で持って、自分の頭へすっぽりと被せました。すると、 まるで明智が突然恐ろしい骸骨男になったように見えるのでしたこういうふうにして化けていたのですよ。本当に骸骨の顔を持った男がいたわけではありません。頭からかぶるのですからこの骸骨は人間の顔よりずっと大きいのです。それで一層恐ろしく見えたのです。無論 こしらえたものです笠原さんはそれを聞いても別に驚く様子もなく腕組みをしてじっと目をつぶってまるで眠ってでもいるように見えるのでした明智は話し続けます「骸骨男はサーカスのテントの中でも大型バスの中でもまたこの家でも」 たびたびその秘密はこのドクロ仮面にあったのです。どこかへちょっと隠れてドクロ仮面を脱いでしまえば全く別の人になれるのですからねああその時別の洋服を用意しておいて着替えてしまえば一層分からなくなります犯人はき 別の服装を用意しておいたのですよあ。まずこの家の2階の部屋から骸骨男が消え失せた秘密。あ2度目には骸骨男と正一君とが消えてしまった秘密をお話ししましょう。その秘密は私の少年助手の小林君が発見したのですよ。あなたにもお知らせしないで私は小林君を ここへお手伝いさんとして住み込ませたのですえ小林君がお手伝いさんに笠原さんはつぶっていた目を開いて不思議そうに聞き返しました小林君が女の子に変装をしたのですそしてこの家のお手伝いさんになっていろいろと探り出したのです 明智はここで2階の窓の鉄格子が蝶子がで開くようになっていること屋根に隠れ場所ができていることなどお手伝いさんに化けた小林少年の発見した秘密を詳しく話して聞かせましたところがそういう仕掛けがあったにしてもどうしてもわからない謎が一つ残るのです。屋根の隠れ場所は、 人間一人しか入れません正一君をそこへ隠すと骸骨男の隠れ場所がなくなってしまうのです庭に降りなかったことは足跡がないのではっきりしています骸骨男は一体どこへ隠れてしまったのでしょうあの時刑事たちが家の中は隅から隅まで調べました あしかし怪しい奴は一人もいなかったのです。あ、これは一体どうしたわけでしょう。そこに恐ろしい秘密があったのですよ。明智はここで言葉を切って笠原さんの顔を見つめました。笠原さんはつぶっていた目をパッと開いて、明智の顔を見ながらなぜか、 にやにやと笑うのでしたでその秘密がやっとお分かりになったのですねそうです秘密以上のことが分かりました笠原さん犯人はいつでもみんなの目の前にいたのですそれでいて誰もその人を疑わなかったのです <laughs> なぜ疑わなかったかというと、その男は犯人に狙われている被害者だとばかりみんなが思い込んでいたからです。グランドサーカスはあんなにたびたび骸骨男が現れたので客が来なくなってしまいました。そのために一番損をするのは笠原さん、あなたでした。 骸骨男は正一くんを狙いました。その正一くんはあなたの子供です。ここでも一番苦しむのはあなただったのです。そのあなたがドクロ仮面をかぶり骸骨男に化けていたなんて誰も考えつかないことでした。そこにあなたの恐ろしい秘密があったのです。 いつも骸骨男が消えた後にあなたが現れていますしかし誰も疑わなかったのですあなたと骸骨男と同じ人だなんてどうして想像できるでしょうあいつか大型バスの中から骸骨男が消えたのもバスの床に隠し戸がついていたというのはごまかしで実は君が一人芝居をやって とっくみ合っているように見せかけたのです。君と骸骨男とは一人なんだからとっくみ合えるはずがありませんからね。この秘密を解いたのも小林君でした。三日前、あなたの部下の福和術師が正一君を隠したトランクを自動車に乗せて大山の山中の炭焼き小屋へ行ったとき。 小林くんは小事少年に変装して、あの自動車の後ろの荷物を入れるトランクの中に隠れていたのですよ。そして、炭焼き小屋の地下室に誰が閉じ込められているかということをすっかり探り出してしまいました。笠原さん、もう警察にもわかってしまったのです。 あなたの部下の福話術師と運転手と炭焼きに化けた男は捕らえられ、地下室に閉じ込められていた本当の笠原さんと正一君は助け出されました。おっと、ピストルならこちらの方が早いですよ。それに君は人を殺すのは嫌いなはずだったじゃありませんか。 明智は素早くポケットから小型の黒いピストルを出して、膝の上で笠原の方に向けました。笠原は追い詰められた獣のような顔でじっと明智をにらみ返していました。ピストルを出そうとしたら、先手を打たれたので、ポケットに入れた手をそのままにして不気味な笑い声を立てました。<laughs> さすがは名探偵だね。よくもそこまで調べが届いた。それにしても小林というチンピラは実にすばしっこいやつだ。俺もあの子供がお手伝いさんに化けているとは少しも気がつかなかったよ。ところで明け君、俺をどうしようというのだね 証拠がなくてはどうすることもできないじゃないか。笠原はふてぶてしく空をそぶいてみせるのでした。証拠ならお目にかけよう。ちょっとお手伝いさんを呼んでくれたまえ。お手伝いさんが来ると、明智は玄関の外に待っている人を呼び入れてくれるように頼みました。しばらくして。 お手伝いさんの案内で、一人の老人が応接室へ入ってきました。ちゃんとした新しい背広を着ていますが、痩せ衰えた顔はあの地下室に閉じ込められていた老人に違いありません。老人は一年間あの地下室に閉じ込められていたのですっかり痩せ衰え年寄りのように見えますが、実はここにいる笠原と同じくらいの年頃で、 元はよく太っていたのです笠原君、そこへ来られたのがグランドサーカスの本当の持ち主の笠原太郎さんだよそちらの笠原さん一年の間、あなたに化けていたのはこの男です明智が奇妙な紹介をしました 本当の笠原さんはつかつかとテーブルのそばに近寄り偽の笠原はすっくと椅子から立ち上がって真っ正面からにらみ合いましたたっぷり二分間ほど二人とも真っ青になって体をブルブル震わせながらにらみ合っていましたああ明智さん。 わしには思い出せません。15年前の遠藤平吉はこんな顔ではなかった。しかしこいつは変装の名人だからどんな顔にでもなれるのでしょう。今のこいつの顔は1年前のわしとそっくりです。 本当の笠原さんがわしはきのうあけさんにいろいろ話を聞いているうちにやっと思い出したわしをこんなひどい目に遭わせるやつは遠藤平吉のほかにはない遠藤とわしとは青年時代にグランドサーカスの曲芸師だった ところがわしがそのグランドサーカス団長の二代目を譲られたので遠藤はひどくわしを恨んでサーカスを飛び出してしまったいやそればかりではないわしは三年前に遠藤が悪いことをして警察に捕まったときに証人になってこいつがやったに違いないと申し立てたことがある。 遠藤はそれをまた恨んだ。それでこいつは、わしを滅ぼしてしまおうとしたのだ。わしばかりではない、わしの子供まで、ひどい目に遭わせて、わしを苦しめたのだ。本当の笠原さんはそこまで一気に喋って、ちょっと口をつぐむと、代わって明智が立ち上がりました。 君の本名が遠藤平吉ということは僕も3年前に聞いた。しかし今の君には数えきれないほど名前がある。顔もその時々に全く違ってしまう。君は二0の顔を、いや四十の顔を持っているのだ。そう言って明智探偵は、 真っ向から偽笠原の顔に人差し指を突きつけました。おい二十面相それとも四十面相と呼んだ方がお気に入るかねいずれにしても、とうとう、君の運の月が来たのだ。この家の周りは二十人の警官に取り囲まれている。君は絶対に、 逃げ出すことができな重面相君は笠原さんに深い恨みがあったのでグランドサーカスが一番盛んになった時を見すましていよいよ復讐を始めたのだ。 しかし君の目的は、そればかりじゃなかったね。明智探偵が怖い顔で二重面相をにらみつけました。すると二重面相は、ふてぶてしく笑いながら。はっ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 は。もちろんだよ。俺の目的は他にあった。俺には、笠原よりも憎いやつがいる。 誰だと思うね言うまでもない。君だよ。明智小五郎だよ。笑い顔がパッと変わって恐ろしい表情になりました。二重面相はギリギリと歯ぎしりをしているのです。俺は君のために数え切れないほどひどい目に遭っている。 いつでも君が邪魔をするのだ。そして俺は牢屋につながれる。だがね、明智君。俺には牢屋の鉄格子なんかないも同然だ。悠々と牢屋を抜け出すのだ。何のためだと思うね他でもない。君に復讐がしたいからさ。 君をあっと言わせて兜を脱がせてやりたいからさ。わかったかね明智くん。今度の骸骨男も本当は君が相手だった。むろん俺は人殺しは嫌いだ。あの射撃場の事件でも本当に小一を殺す気はなかった。君に腕試しをさせてやったのさ。 もし君がボンクラであの時俺を止めに来なかったら俺はわざと狙いを外して撃つつもりだったよ <laughs> それとも知らないで君は慌てふためいて射撃場へやってきたねそれを聞いて明智はニコニコと笑いましたそうだったのかそれほど君は 僕と知恵比べがやりたいのだね。そんなら知恵比べは今だよ。君はここから逃げられるかね逃げる知恵があるかねこの部屋には僕と笠原さんがいる。君は一人だ。それにこれを見たまえ僕はちゃんとピストルも持っている。そしてこの家の周りは。 20人の警官が取り巻いているのだあ,あいやそればかりじゃない僕の方にはもっと奥の手があるどんな奥の手だかは今は言えないがねどうだ君の知恵でこの囲みを破って逃げ出すことができるかねフンふンフフ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  君は勝ち誇ったような顔をしているね。だが大丈夫かい君の方に奥の手があれば俺にだって奥の手がないはずはないよ。例えばこの西洋館だ。君たちは事件が起こってから急いでこの家を買ったと思っているだろうがそうじゃない。ここはずっと と前から俺の隠れ家の一つなんだでなければ2階の窓の鉄格子が蝶津貝で開いたり屋根に人間の隠れる穴があったりするはずがないじゃないか <laughs> どうやら少しばかり気味が悪くなってきたらしいねそうだよ この家にはどんな仕掛けがあるかわからないのだよ。用心したまえ。おい、明智君。なんだか顔色が良くないじゃないか。二重面相はあくまで人を食っています。しかし、明智は平気なものです。明智の方では二重面相の秘密をす しっかり知っているからですで、その秘密の仕掛けを使って逃げるというのかね <laughs> まやってみるがいい。えやってもいいのかねいいともやってみたまえ。<laughs> よしそれじゃあ、こうだ 二重面相が立ち上がってパッと23歩後ろに下がったかと思うとカタンと音がしてたちまちその姿が消えうせてしまいましたいや消えうせたのではありません応接室の床に落し蓋があってそれが開き二重面相の体は地下室へ落ちていったのですそれを見ると明石探偵は窓のそばへ飛んでいって。 持っていたピストルを空に向けてダーンと発射しました。何かの合図です。